ずのお笑いで恐れ入ります。昔も今も変わりなく人の気のつかない商売というのが随分ございます。猫の飲み取りましょう。猫の飲み巫女が飼いがってしょうがありません。取ってやってください。えい。狼の手袋をしておりまして、またたびがついております。猫にまたたびというくらいですから、どんな人にも懐きます。もう体こすりつけてきます。これさすってるうちに猫よりこっちの方が温度が高いので、飲みがみんな移ってしまいます。こっちへパラパラっとやって6問いただきます。面白い商売でございます。昔両国広小路あるいは浅草観音の境内と申しますと、いろんな商売がございました。長井氷介居合抜き松井元帥駒回し、これでも駒を回すのが商売ではございません。眉芸と申しまして、人を集める手段です。ですっかり集まりますと歯の薬を売るんです。その眉芸に駒を回しまして、刀の刃あたりや何ぞをしましたものです。あるいはガマの油を売っております。これもただガマの油といっただけでは皆さんどんどん行ってしまわれますので、そんな人には足止めの法というのがございます。お客さんを動けなくしてしまうのです。さっきをつけとくれ。世間が物騒だよ。私が喋ってるこの中にね、スリが3人いるよ。巾着切りが、あの人にこの人ってと私ははったおされるから言わないがね。私が喋ってるうちに歩き出すやつがスリだから。そんなこと言われた日に不動の金縛りと申しまして、うまく考えたものです。なんとお立ち会いご用とお急ぎでない方はよく見ておいで。これ持ち出したるは四季戦争は四六のガマだ。先ほどの御人のようにそんなガマは俺の縁の下にいくらもいる。いや、それはお玉がいる、出す気がいる、薬用の足しにはならんと。手前持ち出したるは四六のガマ。四六五六はどこでわかるというと、前足の指が四本、後足の指が六本、これを名付けて四六のガマだ。住めるところは春かこれより東北にあたる。日立の国は筑波山のふもとだ。御箱草という露草を食らって成長する。油を取るには四方へ鏡を張って下へ金網を張る。中へガマを追い込むと、ガマは己の姿が鏡に映るのを己と己の姿に驚いて、じりじりと油汗を流す。これを下の金網へと透き取る。柳の小枝を持って3、4、21日の間とろりとろりと炊き詰める。出来上がったがこの油だ。赤いは新車ヤシ油の油、テレメンテイカに満点以下。効能は金層を古傷に効く。第一番に直してあげたいが、デジボジ走り地脱行。虫歯で困るお方はないか、出ておいで。綿入れてうろい詰め、歯で食いしめると雪に熱湯を吸うがごとく。待ったお立ち合い、刃物の切れ味を止める。持ち出したはどんとうたりといえど、先が切れて元が切れない。そんな怪しいものではない。さあ抜けば玉散る氷の刃、鉄の一寸板も真っ二つ。お立ち合いのうちに試しに少し切らせるやつはないか。薬はここにいくらもあるぞ。幾種のないやつばかりが立ち会ったな。幸いここに白紙がある。一枚の白紙が切れるてえと人間のあばらが切れるという。さあ一枚が二枚に切れる。四枚、八枚、十六枚、三十二枚、六十四枚。春は三月落下の形だ。嵐山雪降りの程度切れる。かように切れる刀でも差し裏差し表ガマの油を一つけつける。さあ生蔵同然。叩いて切れない、引いて切れない、押しても切れない。元のように拭い取る程度ひょいと去ったばかりでこのくらいに切れる。あいやお立ち合い、このくらいの傷は心配ない。ガマの油を一つけつけると痛みが立って血が止まる。なんとお立ち合い。こんなこと言って売ってます。一生懸命ガマの油を売ってる男がございます。片っぽに22歳になります女の人。鎖ガマの一つを使います。玉たすきを取って汗を拭いてます。見物人をどけどけ。分けて出てきたのは60以上になります年配のお武家です。これこれ、ただいまあれにて聞くと、何か金相古傷に効くとのことだが、20年以前受けた傷だが治るか。傷状を拝見しましょうか。はは、武士にあるまじき後ろ傷、投げ打ちの傷だな。貴公は目が高いの、いかにも投げ打ちの傷じゃ。身の懺悔じゃお話しいたそうかの。拙者壮年の折福島の藩にしての下役に木村宗右衛門と申す者の妻がの、器量美しきに軽そうなしてのお笑いくだされ事実じゃ。手を変え品を変え言い寄るといえど、いつかななびかん。ある日その者の夫が立ち返っての
上役の身をもってさような不死だらなことで取り締まりがつくか。邪魔なやつ切って捨てての。逃げにかかるとその女房血のみを抱いたままな。持ったる外見投げ打ったが背筋へ当たっての。暑さ寒さ陽気の変わり目に痛んでならん。20年以前受けた傷だが治るか。20年以前福島の藩にして貴公のご姓名は。名前か。岩淵伝内。何岩淵伝内。一足後に飛び下がる程度刀の濃い口を切りました。いやあ珍しいは岩淵伝内。何をつまんかく申す。それがしはその折血のみごたりし木村宗右衛門が忘れがた三枝宗之助だ。これに控える姉の露何時を打たんため雨に打たれ風にさらされ一日千秋の思いをなした。いざ尋常に親の敵だ。勝負いたせ。22歳になります。女の金切り声で親の敵。これは響きます。喧嘩だ敵討ちだってととえはたえ人の山。物見高いは江戸の常と申します。まして浅草観音の境内ですから。おお、貴公がその折の石宗之助殿か。いや天網開会祖にしてもらさず拙者が口よりしゃべりしはもはや天網逃れぬところぞ。刀を抜け潔く敵と名乗って打たれようが、ここは何を観音の境内血で汚すのも恐れ多い。まして手前は死を持つ身での収容に参っての帰り道この世を使用せなば武士の本分でない。いかがでござる。武士は相見互いとや。明日まで拙者が命を自分にお預けくださらんか。明日いずれいかお出向きが願いたい。その折時刻を互いず果たし合いをいたそう。ダメだダメだ。そっちは逃げるぞ。しばらくしばらくしばらく。いや武士は相見互いでござる。彼の申すことも一理ござる。しからば及ばれ武士の情けだ。明日まで待ってやるわ。明日いずれに出向く。場所は牛込高田の馬場がよかろう。時刻は正午。身の刻までにお出会いください。きっと言葉をつがえたぞ。年老えたれど岩淵伝内武士に二言はござらん。そのまんま右と左へ分かれて驚いたのは見物人です。出したい方窮地は延期は延期だよ。よせや孫の運動会じゃねえんだよ。敵討ちの延期ってあるかよ。おい曽我兄弟が18年間辛抱して親の敵討ったってまあ偉いもんだって。こいつはそれ上越してるじゃねえか。20年侍が傷口探すために釜の油売りになってんだろ。それでようやく敵に巡り合って待つってやつがあるか。あんまり悔しいじゃねえか。足止め高田の馬場美濃国っていやちょうど昼時分だな。弁当でも持って行ってみねえか。しべだの公爵だので見たり聞いたりしたって本物の敵討ち見たことねえだろ。こういうのがあっちに一塊こっちに一塊。当日の高田の馬場は美濃国前だというのにいっぱいの人です。吉津っぱりのきかけ茶屋がずーっと来てます。恐ろしい大変な人気だな。これみんな敵討ちで集まった人だよ。あどっか減ってエピア集まどっか。おうごめんよ。いらっしゃいまし。どっか減るとかあるか。二人だけど。ええ便所の脇なら空いてます。汚ねとか空いてから。あそこでもいいよ。お二人案内してくんな。あーなんか始まったら足取りしてくれ。エピアろ。お、ペッパー終わりな。なあなあ、柱んとこ寄っかかってグデグデに酔っ払ってるじじいよ。昨日観音様で敵だって言われたじじいに似てんな。あいつだ。うん。ここにほくろがある。飲み納めの食い納めか。所詮かなわねえからグデグデに酔っ払ってやられちまってんのかな。聞いてみようか。なんだって昨日観音様で敵だって言われた飲みさんじゃありませんかって。そんなとこで飲んで出てとっとと打ったれちまって。口裏合わせろよ。大層召し上がりますな。酒か。へえ、どのぐらい上がりやす。朝一升、昼一升、夕一升、寝酒一升。大変ですな。貴様飲めぬか。飲めねえことはねえですよ。
おねですけど、なかなかまあ懐が承知しませんからね。ところが哀れなやつだ。わしの商売になれ。儲かるぞ。お武家様で。わしか、仇討ち屋だ。は敵討ち屋。敵討ち屋って、お前、ここに何しに来ておる。昨日、浅草観音の家だ。おっと、待ってくれ。そこまで行き、足の話は早いや。昨日、観音様で、ガマの油を打てた兄弟に、敵だったが待ってくださいって言ってたでしょ。勝負は時飲んだ。勝つか負けるかわからねえが、やんねえか。今日はやめた。やめた？おめさんやめたで済むだろうけど、相手はよく済みますね。済むも済まんもない。あれはわしの娘にせがれだ。あら、嘘かよ、おい。大変なじじいだよ。これだけの人、みんな騙しやがった。なんだってあの嘘ついた。ああしておけば本日ここへ人が出る。へしたがって近所の茶屋小屋が繁盛するわ。へその上がり高の1割もらっての楽に暮らしておるのだ。